こんにちは。今回はテキストについてお話ししていきます。テキストはよくテレビとかにあるように字幕などやその場面を説明するときに使用することが多いかと思います。テキストを使えば視聴者が聞くだけに集中するのではなく、見ることだけで理解ができるようになりますので、視聴者の脳への負担を和らげて見やすい映像にすることができます。なので、より長い時間視聴者を釘付けにしたいときはテキストをところどころに入れるだけでもっと見てくれるようになります。はい、それでは始めていきましょう。まずテキストを挿入する場合はテキストブラウザを開きます。するとたくさんのテキストが出てくるかと思いますが、この中にはクリップと一緒に挿入できるものとできないものがありますので、一つずつ説明していきます。まずテキストはドラッグ&ドロップでクリップの上に挿入してテキストをダブルクリックすると好きな文字を打ち込むことができます。そして表示する時間を調節するときには、これまたドラッグ&ドロップで調節できます。もっと編集したい場合はインスペクターを開いて好きなように編集していきます。文字の大きさや色、そしてフォントのスタイルもここで編集することができます。文字の位置を移動するときは真ん中にある丸っこい物体を動かしていきましょう。基本的にテキストはこのように使うのですが、中には動画の上に挿入できないものもあります。それがバンパーやオープニングと言われるものです。これはほぼ動画クリップと同じなので、クリップの上ではなくて動画クリップとして使用します。もちろんこのバンパーの背景をクロマキーで切り取ってタイトルとして使うこともできるでしょうが、詳しくはまた別の動画で解説していきたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。それではぜひとも今回ご紹介したタイトルをいじりまくって、何か感想とか疑問が湧いたらコメントやメッセージをしておいてください。はい、というわけで今回の動画は以上です。最後まで見てくださり本当にありがとうございます。いつか会える日を。